塩浦誠ラ・は、日本の競泳選手。2013年世界水泳選手権400メートルメドレーリレードをメダリスト。妻はタレントで、元グラビアアイドルの小野ノのカ。神奈川県伊勢原市出身。2歳で水泳を始め、糸満スイミングスクール新百合ヶ丘校に入門して、泳力鍛錬に励んだ。伊勢原市立三王中学校を経て、 庄内工科大学附属高等学校に進学する。高校3年時には、平成21年度全国高等学校、総合体育大会で、男子50メートル100メートル自由形で優勝し、さらに全国 JOC、ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会にて、高校生として、初めて50秒を切る49秒85のタイムを出して優勝した。2010年、 中央大学に進学する。翌年の2011年には2011年夏季ユニバーシアードに出場し、男子50メートル100メートル自由型で3位に入賞し、男子400メートルメドレーリレーではアンカーとして出場、金メダル獲得の立役者になった。こうした活躍もあり、2012年どんどんオリンピック出場への期待が膨らんだ矢先の2012年3月に、 左人差し指を骨折するアクシデントに見舞われ、左手の握力が大幅に落ちるという状況になった。そして迎えた第88回日本選手権水泳競技大会では骨折の影響から本来のスピードに乗れず50メートル、100メートルともに3位となりオリンピック代表を一した。塩浦はその後、 水泳から離れた時期があったが、周囲の期待を受けていることが身に染みて、再起を決めた。2013年は、課題のスタート練習に取り組んだ成果もあり、第89回日本選手権、水泳競技大会では、男子50メートル自由形で22秒03の日本新記録を樹立し、世界選手権代表に選出された。2013年世界水泳選手権では、 個人男子100メートルでは予選で48秒52を出して4位通過、準決勝では48秒51を出したが10位になったため決勝進出を一した。また男子400メートルフリーリレー315.46では第 1A 社として出場し、8位で予選を突破すると決勝では3分14秒75で8位入賞となり400メートルリレーでは 五輪、世界選手権を通じて、初の入賞となった。最終日の男子400メートルメドレーリレー決勝では、入江良介、北島康介、藤井拓郎の後を受けたアンカーで、出場、3分32秒26のタイムで4位に入着したが、第1位入着のアメリカが失格となったため、繰り上がりで3位となった。 2018年のジャカルタアジア競技大会後、入院により2ヶ月以上泳げなかった影響で、高校時代からトレーニングなどで体重を 10kg 近く増やしたのが元に戻ってしまった。しかし、結果的に体が動かしやすくなり、推進力につながった。水泳界でも有名なコーヒー好きで、遠征先にドリッパー、ポット、ミル、コーヒー豆を持って行き、自分で入れるのが日課。 塩浦の特徴であるモヒカンガリは顔を覚えてもらうためだったが、友人から辞めるのを反対されて、辞め時を見失っているという。2020年9月9日、タレントで元グラビアアイドルのオノノノカと結婚したことを文章を通じて発表した。2021年4月の日本選手権、男子100メートル自由形で5位となり、東京五輪内定条件をクリアできなかった。しかし、 同種目2位の松本勝夫が金メダルを狙える200メートル自由があったと400メートルリレーの日程が重なっており、日本選手権後の日本水田選考委員会による競技の結果、松本の負重軽減を目的として400メートルリレーの5人目のメンバーとして塩浦が日本代表に追加された。2020年東京オリンピック競泳男子400メートルリレーに南ン明。 中村克美、石油みなりと出場したが、タイムは3分14秒44で、全体で13位となり、予選を通過できなかった。オリンピック世界水泳選手権、パンパシフィック水泳選手権ユニバーシアードアジア競技、大会ジャパンオープン予選はすべてタイムレースで、上位8名が決勝へ、9から16位の選手が、B 決勝に進出する。 日本選手権国民体育大会神奈川県代表参加資格中3高一少年 B 高二高三少年 A 第一以降青年インカレ中央大学代表インターハイ湘南高科大学附属高等学校代表全国中学校体育大会伊勢原市立三王中学校代表 JOC ジュニアオリンピックカップ原則として 東京タツミ国際水泳場に固定開催されている。ありがとうございます。